あさって初公判を迎える袴田事件の再審やり直し裁判について、裁判所が袴田巌さんの出廷の免除を認めたことを受け、姉の秀子さんが現在の心境を語りました。まあ、裁判というのは初めてだもん、私。ね。なんか言ってみりゃわからん。常に明るく振る舞う秀子さんですが、今日はいつも以上に明るく見えました。57年前、旧清水市で一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さんの再審が、あさって静岡地裁で始まるのを前に、裁判所、弁護団、検察は昨日三者協議を実施。弁護団によりますと、この中で裁判所は、袴田さんの出廷について強制はしないと述べ、免除を認めたということです。袴田さんは長年にわたり拘置されたことで精神的に不安定な状況が続いていて、現在も十分に会話ができないことなどから、弁護団は再審への出廷を免除するよう求めていました。裁判所の判断を受け、姉秀子さんは、弁護士さんが一生懸命やってくれたからね、まあ、こうなって当たり前だと思ってる。話ができないだもんね、とんでもないこと言ってるだもん、妄想の世界で。だから裁判出そうと思う方が無理。袴田さんが2014年の釈放後に書いた日記です。全世界の天下を取ったという理解しがたい言葉や、王将2年という存在しない年号が記されていました。再審を担当する静岡地裁の国井浩司裁判長はこのノートなどを確認したほか、先月29日袴田さんと面会し、出廷免除の判断に至ったとみられます。あさって開かれる初公判では、袴田さんの代わりに秀子さんが補佐人として参加し、起訴内容に対する意見を述べることになります。緊張とかそんなお気持ちはありますか？全然ございませんよ。まあ、裁判というのは初めてだもん、私ね。なんか言ってみりゃわからん。当日認否はどういうふうに答えられますか？まあね、無罪ですということしかね、無罪を訴えるだもん。一方で弁護団は、証拠の取り調べに想定以上の時間を必要とすることが決定的で、当初想定されていた年度内の結審は困難という見立てを示しました。早ければ来年6月と見られていた判決も、さらに遅くなる可能性が出てきました。